どうもハッシーです。室内ビオトープ43日目、今日はこちらの浮き草にフォーカスを当てたいと思います。フィランサスフルイタンスという浮き草、見ての通り睡蓮鉢を覆い尽くそうとばかりに繁殖しております。メダカに餌を与えるのも大変な状況、そろそろメンテが必要な頃合いです。浮き草のメンテには2種類ありまして、簡単な方法と面倒くさい方法です。まずは簡単な方法から。わしづかみにして間引く、ただそれだけですね。もう一つ面倒くさい方は、一つずつ丁寧にトリミングする方法です。フィランサスという浮き草をよく観察してみますと、まず高性能な撥水力があることがわかります。この撥水性能なかなかなもんで、スローモーションで撮影すると面白い動きをしますね。世の中にある撥水性の生地や塗料なんかは、自然の生き物からヒントを得て作られているんでしょうね。逆に古い葉や傷んだ葉っぱは撥水力がなくなっています。色はいわゆる若葉色で非常に綺麗です。光が強いと真っ赤になることでも有名な浮き草で、今手元に真っ赤に染まったフィランサスがないのですが、そちらも非常に綺麗です。ただし光が強すぎた場合、葉が硬質化しますので、そこまでいくと育成不全かと思います。また LED 照明で育てると大抵うまくいきません。根も若葉色から紅色に染まります。赤茶色だったり黒ずみ出すと状態が悪いですね。状態の悪い部分を取り除き、綺麗な新芽だけを残してトリミング。手でもちぎれますが、ハサミを使った方が作業しやすいです。トリミングした部分の葉っぱの枚数が2枚以上あれば問題ないです。1枚だけですと場合によっては枯れるかもしれないので、2枚以上残すようにトリミングした方が良いかと思います。せっかくなので全部やりますか。推定200、途中何度も悟りを開けそうになりますので、この方法おすすめです。一通りメンテ終了です。ビオトープからフィランサスがなくなることで、今まで見えなかった部分もよく見えます。メダカも広々空間で楽しそうですね。続いて水質を測定してみたいと思います。あれだけ浮き草が育っていたので、さぞ栄養分が減ったであろう思っておりましたが、減ってないですね。むしろ TDS は上昇する始末です。餌は1日1回1つまみでこのくらいです。メダカ2匹にしては多い方だと思いますが、全体としては少なめですよね。鉄濃度も上昇ということで、イニシャルスティックが分解し始めたのかもしれません。栄養分が減らなかったのは、立ち上げ時に埋めた総合肥料の影響でしょうか。現在この睡蓮鉢に苔は一切見当たりませんが、水質は不栄養を示しています。バランスが一度崩れると一気に苔そうですので、浮き草を利用して植物の占有率 80% を死守したいですね。もう一つ苔ない理由に水温もあるかと思います。今は梅雨入りしたためか、気温水温ともに低いです。ビオトープにおいて水温と藻類は割と比例関係にありまして、水温が30度を超えますとどうあがいても苔てしまったりします。なのですだれを利用して日光を遮光したり、水温対策はビオトープの基本になります。本格的な猛暑が訪れる前に窒素リン珪素の数値を下げときたいですね。まあこれは室内ビオトープですので、我が家の場合は文明の利器を使いますけどね。不栄養化予備群となる傷んだ葉だけをトリミングで取り除くことで、浮き草の持つ栄養吸収能力を落とさずに間引くことに成功しました。
めんどくさいですが、苔対策には優秀な方法です。調子がいいところもあれば悪いところもありまして、シダ植物が、これは完全に枯れましたね。湿生植物を腰水管理したためか、植栽時のトリートメントで相当ダメージがあったか、湿度に問題があったか、とりあえずここで復活することはなさそうなので、取り除いて別の場所で管理してみます。ヒメホタルやヒメトクサは枯れた部分もありましたが、新芽が出てきているので大丈夫そうです。本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。続きが気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。